白人アーリア抵抗とは、1991年から1993年の間に存在した、スウェーデンのネオナチのネットワーク組織。組織名は、米国白人市場主義組織ホワイトアリアン、レジスタンスの直訳に由来するが、スウェーデン語表記では、当時語が、わずからバムへと変わっている。反人種差別主義者のスティーグラーソンによると、バムは、 当時すでに壊滅していたロバート・ジェイ・マシューズ率いる、米国白人史上主義組織ザ・オーダーの後継組織として結成されたという。バムは、組織ザ・シストームの編集者クラス・ルンドによって設立され、他の統率者として、トルルフ・マグヌッセンとピーター・メランダーがいた。組織シンボルには、ナチスのシンボルの一つであった、ボールフ・サンガルを用いた。また、バムは、 スウェーデンで起きた重大な事件に関与しており、そこには悪名高いマレクサンダーの殺人警官事件や政治ジャーナリストの車の爆破、敵対者と認識した人物の殺害などが含まれている。1999年11月30日、スウェーデン市大新聞、ダーゲンスニュヘテル、スベンスカ・ダーグブラーデット、アフトンブラーデット、エクスプレス戦が実施し、公表した。 共同調査結果によると、バムの元メンバーの多くが今日でも他のネオマチ組織のメンバーであると伝えた。バムの後、クラスルンドはスウェーデン抵抗運動を組織した。また、1994年のカールスクルーナでバムの支持者による派生組織、スウェーデン国家社会主義前線が設立された。ありがとうございます。